お母さん、ご飯まだ？はい、ちー、朝ごはんよ。いただきます。傭兵の今日の朝ごはんはホットケーキよ。食べたいって言ってたでしょ。やった、覚えててくれたんだ。あれ、いい匂い。おいしそう。バターいっぱい塗っておいたからね。なんだあれ。いただきます。それなに、おいしいの？チーも食べたい？おいしい、おいしい。お母さん、チーにあげてもいい？ちょっとだけならいいわよ。にゃー、ちょっとだけだよ。はい、やったー。チー、おいしい？おいちーご飯探すんだ。ん？あ、なんだ？お、湧いた湧いた。あ、お父さん。にゃー。おーちー、今日も一段と可愛いな。これはジャマイカ産のブルーマウンテンだよ。それご飯だな。チーにもこの豆の良さがわかるとは嬉しいね。しばし蒸らして豆が膨らんだらもう一度お湯を入れますと。一体何をやってるんだ。これぞ一歩進んだ大人のこだわりですよ。何の匂いだ。香ばしい香り。にゃー、チーもコーヒー飲むか。にゃー、そのご飯何って飲むわけないか。チーにもそれちょうだい。よし、できたぞ。でも変わった匂いだ。待って、待って。疲れた。やったこれは難しいな。うまい。おいしいな。チーム、いただきます。わーわーわー。うまい。Yeah!
今日のご飯は？すごい！チーズフォンデュじゃないか！うわー！北海道の実家からチーズがたくさん送られてきたのよ。よし、お父さんはソーセージだ。私はパンにしようかしら。僕アスパラ、アスパラ。じゃあ陽平、初めてのチーズフォンデュしましょう。いただきます。え？びっくりした。チーがチーズフォンデュになるところだったわ。はあ、びっくりした。あ、あれ、ナナ、ナナ、おいしい。お父さんはたっぷりつけようかな。うまい。僕もチーズいっぱいがいいな。傭兵、早く巻きつけて、伸びちゃうわよ。伸びてる。わえいえい。すごい。うまくできないよ。傭兵、下手くそだな。で食べるご飯は美味しいな。ちー、お腹いっぱい？